はボーカルスクール講師のみっこでーす。シンガーソングライター平子、桜井平子です。はい、またやっちゃった。桜井平子ちゃん、今ですね、6月の、今日21日浅草ゴールドサウンズで、はい、今日共演の桜井平子ちゃんをちょっと今回の動画ではゲストに迎えて、今ね、何歳？今24歳。24歳、はい。で、彼女今ガツガツにね、活動頑張ってる方なので、日々どんなことを意識して過ごしているのか、あとどう向き合っているのかとかね、そういったものにちょっと簡単に、はい、お伺いさせてもらえればなと思います。はい、お願いします。24歳、いくつから歌い始めてるんですか？歌は真剣にやりだしたのは17歳ですかね。バンドだったもんね。あ、そうです。ね、バンドの始まる前ぐらいにちょっと歌ってみたいみたいな感じで始めました。で、ソロになって何年？ソロでちょうど3年ぐらいですかね。3年。今年4月には誕生日でワンマンをやってね、はい、頑張ってます。月ライブどれぐらいやってるんですか？6月、7月がたまたま今 CD 制作してて、3本ぐらいなんですけど、基本的には6本から8本ぐらいやってます。結構やってるよね。大体ライブハウス、あのバーみたいなところとかは。そうですね、ライブハウスとライブバーと、ライブバーとたまに野外のところに出たりとかしてますかね。結構地方にも渡ってやってます。はい、あの最近は豊橋、名古屋の方とかに行かせていただくことだったりとか、郡山とか、そういうところは行ってますかね。そういう時って、はい、交通手段どうしてんの？私、車です。あ、そっか、自分で運転して。そっかそっか。じゃあ今度はちょっと歌についてなんだけれども、はい、ボイストレーニングって受けたことありますか？今も受けてるんですよ。うん、ちょっと知り合いの方に、つてで、はい、結構あれですか、あの相性のいい先生ですか？そうなんですよ、あの精神面的にも補助してくれるっていうか、うん、支えてくれる人で、めちゃめちゃいい。そのレッスンはどれぐらい？月に、私は月1回ですね。月1回、まあ、活動忙しいしね。そうなんですよ、もうちょい行きたいんですけど。じゃあ、通い始めてどれぐらいですか？通い出してどれぐらいだろうか、4年ぐらい。結構しっかりね。そう、バンドの時代からちょっとお世話になりだしてるんで、多分もう5年も経つのね。でも歌手力がだんだん上がってますからね。おかげさまで。ボイトレに通ってよかったと思うことあります？なんかそのボイトレの先生が体の基礎を作ることで歌を楽しめるようにするっていうのを結構大事にしてくれる人で、なんで基礎練をして、でそれを練習して体に馴染ませることで自分のライブにした時に声が出しやすくなったりとか、表現の仕方が広がったりとか、そういうところはありますかね。ちょっとね、あのこのチャンネルだからいやらしく言っちゃうんだけど、知識があるのとないのとじゃ全然やっぱりステージでの安心感って違うんだよね。そこは私よくね、はい、ボイトレの YouTube で言わせてもらって、あのやっぱり土台、私はちゃんとね、自立に向けて頑張ってるとか、頑張った練習これだけ積み重ねてきたっていう自信がステージにね、そうですね、現れるようになって、だから今ひな子はうなぎ登りなんだと思いますよ。じゃあちょっと最後に、はい、今24歳桜井平子ね、これからも頑張っていくということで、はい、今後の野望を聞かせてください。野望ですか？そうですね、今新しい CD ちょうど作ってて、でそこから初めて、人生で初めてのツアーを、桜井平子としてのツアーを行くんですけど、なんかもっとその自分の活動を広げて、もっと多くの人に見てもらえるようになりたい。その音楽をやる私のメインが目立ちたいっていうところにあるので、もっといろんな人に見てもらえるようになりたいなって思ってます。ねえ、素晴らしい。ねえ、もう同世代の方も見てるかもしれないから、なんか熱烈なメッセージを、同じ歌を愛する人に最後に熱烈なメッセージを。メッセージは私なんとかって思いますけど、一緒に同世代に関しては、負けじと私は頑張っていきたいと思います。あなたたちには絶対に負けないよって思いながら、いや、そうだね、でも
それでも一緒に切磋琢磨したいと思いますし、同じ歌をやってる人たちにはもうこれからもよろしくお願いします。素晴らしい。いやいや、ちょっとね、はい、お忙しい中今日はお時間作っていただいてありがとうございました。ありがとうございます。何かね、こちら見てくださってる皆さんにね、何か役に立てればと思います。はい、今あのリハ中でね、一緒ではユニットさんがリハ中リハーサルやってますね。やってます。同じ女性ボーカルで ね、じゃ今日も楽しい一日にしましょう。で桜井ミラクル情報は概要欄に貼っておきますので、ぜひライブ見に行っていただいたり、あ、サブスクはあります、はい、じゃその情報も載せさせていただきますので、今後とも桜井ミラクルよろしくお願いします。お願いします。それではまた来週、ミッコでした。またね。気づかぬふりで惑わせたい。